しましょう、ね、高橋由美子ちゃん、はい、言ってもいいですか。はい、由美子ちゃん、こんにちは、母さんよろしくお願いします。 Nice to see youやっぱりこの年はね、みんな英語ペラペラですよ。ちょうど 今ね、勉強してる際ね、高校2年生、はい、そうですね、はい、まあ、高校2年生といって、まあ、この顔をどっかで見たことのあるという方、そうです、見たことあるよね、はい、あのね、今年のまあ夏の甲子園ですね、高校野球で応援ポスターの、ね、モデル で、まあ、こういうポスター見かけられたことあるんじゃないでしょうか、もう本当にもう笑顔っていうポスターです。でもこれ、はい、外で撮った、はい、そうです。じゃあもうライトとライトというか日光と太陽で、そうですね、あの、ね、サイパンの方で撮影したんですけれども、やっぱりちょっと色が違うですね、このそうですね、ね、はい、うん、スポーツは好きですか、ね、大好きです。何が好きですか。そうですね、やっぱり水泳が好きです。水泳、サイパンに行った時は水泳、はい、少し泳ぎました。これからですね、サイパンじゃなくて無人島、例えばの話なんだけどね、はい、無人島へ連れて行きます、はい、1週間で1人だよ、はい、私帰りますから、はい、そして、ね、1週間ぐらいちょっと寂しくなると思うから私 CD ぐらいのね、はい、2つあげますから、はい、どんな CD、 どんな曲持っていくかな。まず1曲目ですけども、そうですね、サイパンじゃないよ好きな曲っていうのが、あのレベッカのタイムっていうアルバムの中のスマイルっていう曲がすごい好きなんですよ。レベッカ、はい、あのこの曲なんですけれども、すごいあの女の子の気持ちをすごい歌ってる歌なんですけれども、この曲がすごい好きです。そして自分のスマイルもね、やっぱり素晴らしいです。かわいい。ぴったり、自分のことのね。はい、はこれ無人島に行くとね、寂しくなると思う。どう？そうですね。やっぱでも3日間ぐらいはなんか、あ、一人でいいなとか思うかもしれないですけど。じゃあこの音楽あの3日ぐらいで、もう1曲はどうかな？次の3日4日。そうですね、やっぱり、自分のデビューシングルでステップバイステップっていう曲が、やっぱりすごい印象的ですね。ちょっとずつちょっとずつ、そうですね、いいステップバイステップバイステップ、これはビーチ歩きながら歌うかな、いいですね。どうですか、デビューしてね、もうどれぐらい経ちましたっけ。大体でも半年ぐらい。半年ぐらいですよね、はい、まあ、歌のデビューがこの曲の4月21日ですが、はい、でもその前にドラマとか、それからもちろんコマーシャル、はい、そうです、そしてミュージカル、今日ちょっとミュージカル紹介したんですが、ミュージカルもチャレンジ、え、いろんなことをトライしてるんですね。そうですね、やっぱり何でも一番面白い時期なんで、何でもやろうと思ってます。いいですね、私もそういう時期あったんでしょうね。今もだいぶ昔からそんなことないですけど、今一番面白いことってどんなことですか。いろいろ。そうですね、やっぱりでも歌歌ってる時がすごい楽しいです。まあ、まだ将来考えなくてもいいかもしれないけど、将来はどうかな、20歳になったら。そうですね、あなたはどういう人になる、なりたいか。そうですね、やっぱり印象のある人になりたいですね。存在感があって印象のある人、そういう人になりたいです。こう映画とかそういうものもいろいろやってみたい。そうですね、とりあえず何でもこなせる人になりたいです。この人はね、ぜひイギリスへ連れて行きたいね。マイクさん、イギリス、あ、そうです。やっぱりね、イギリスの若い者もね、あなたの曲とかね、そういう話聞きたいと思うよ。嬉しいです、ね、まあ、とにかく、まあ、今はデビューしてまだね4月にデビューして頑張っている途中で、はい、まずさっき聴いてもらった1曲目がデビュー曲で、はい、これはあの「魔神英雄伝渡る2」の主題歌なんですよね、はい、で今度出る歌も、はい、そうです、あのまた同じ「魔神英雄伝渡る2」のオープニングテーマ曲なんですけど、ファイトという。そうです、もう、ファイト一発です。昨日言ったら連れ戻しがありますよね。本当に元気の出る歌ですか。そうですね、はい、そうですか、もう見てるだけでもなんかパワーが出てくるような印象なんでしょう。本当にすごくはやっぱり、あのスマイルは彼だと思うんだけど、じゃあその余韻を残しながら歌の準備をお願いいたします。お願いします、頑張ってください、はい、まあ、このファイトという歌といいね、はい、そしてさっきのポスターという本当にみんなを元気にしてくれる、応援してくれる、それで広島の皆さんも頑張った、そう、ね、西洋高校もおかげでベスト8まで行けましたから、はい、あの笑顔に励まされる、励まされてね、いやでもいいですよね、やっぱりああいう若いっていうか明るいっていうのが、この人も本当にこれから大スターになる、はい、はい、さあそれでは準備ができたようです。高橋由美子さん9月21日に発売されますファイト。